お願いします。お願いします。カルマさん取れ高だね。孫さん、あれ言ったナイスだったよ。まあ、ショーテアドミはね、かわいそうだよね。クルーが。マジ縮小なんだけど。やっぱね。おい、ナイス。ナイス。やめるな、やめた。ヒイラギさんが最終金庫室にいました。すげえ、これやばいって。ナイス。おすヒイラギさんが怖いな。ちょっと殺されてもいいんだけど、自爆か。状況的には、あ、まあ、まあ、真面目に話すと、エレキ8番1回ストーリーして、カメラが消えたのも確認してたんで、カメラでも切られてんのかなって思って見に行ったけど死んでなかったんで、引き返してレポートです。なるほど。カメラ見てたのがミヤさんです。ミヤさんなんだ。そうです、うん。プラマルが、あの衝突中にあの下のレコーダーぐるぐるみたいなのやってて、でそれが終わったらミヤさんがカメラ見てたから、多分ずっとミヤさんが見てたと思います。直前までミヤさん生きてたんで。ミヤさん直近で、はい、私すれ違いました、電気室で。もう一人いた気がするんだけど、それがプラマルさん。あ、そうです。プラマルがで、あの衝突コース直しに行こうと思って、走りにミヤさんと二人で行こうとしたら終わったから、でそこで多分終わりさんとすれ違って、プアマルはキッチンの方に戻ってって、その時にホイホイさんとすれ違ってって感じです、うん。順序的にはプアマル終わりちゃんの順ですれ違ってるから、終わりちゃんの方がキルできて、プアマルさんキルできないなと思うんですよ。終わりさんの方がちょっと怪しいかなと思います。すれ違ってるのは終わりさんだけど、ね、あと実施点で、そしたら小松さんは100、そのキルには絶対関われないですね。あ、そうなの。おい、ザクロ、他の人の位置だけ洗ってほしいかな。エレキ勧誘できる人がいるかどうかだけ。エレキ勧誘できるのはヒイラギが1人。バイタル見たタイミングがリアクターになった直後ですっていうところ。はい。あ、ちなみにバイタル情報あるんですけど、いいですか。うん、リアクターになった直後にはまだ死んでなかったんで。うん、あ、そうだよな。まあそう。だから、まあ、だって見てるもん、リアクターになった後に。僕目線は終わりちゃんさんでいいと思います。あ、ごめんなさい。誠さん弾きます。はい、リアクターになった時キッチンから上行って、
展望デッキで誠ミヤホイで一緒になってて、誠さんが上行き、ミヤさんが下行ってるので、関側抜けてるので、リアクター直した人っていうか誰？リアクター後リフト乗ったの誰ですか？ツーザクロじゃない？ツーザクロ。あ、タクロさん聞いてる？はい。これ、終わりちゃん釣られる感じですか？いや、終わりさんぐらいしか。じゃあ、終わりちゃんから。待って、ちいさんと誠さん、もう一回ちょっと聞いて。あ、ちいさんだけ聞いて。リアクター後リアクター乗ってる人がいるのは見てる左から。それ私乗ってます。リアクターは金庫室でダウンロードしてる。ああ、はいはいはい、オッケー。ああ、それ出せるなら終わりちゃんでいいのかな。ごめんなさい、ね、一応、うん、あのレア系を生んだったら小松さんが弁当でメイン行くくらいだけど、まああんまり追わなくていいかなと。あれっすよね、死体ってリアクター5っすよね。リアクター5。じゃあもうボタンです。10秒だけいいですか？一応プワさんの証言からリアクター5の死体だってことが多分つけてると思うんですけど、それは違いますか？はい、はい、リアクター5です。てか終わりちゃんがエレキ通ったタイミング言えばいいんじゃないですか？エレキちゃんはずっとエレキにいてタスクしてて、で、ヒラギと一緒にタスクやってた。うん、で、プワさんと、ミヤさんと会って、で、その後、エレキで会って、エレキの入り口です。メインホールから2人降りてきたのかな、会って、いや、違います。セキュリティからエレキの方に行って、緊急が終わったから、まあ、その辺はいくら、そう、会って、終わりちゃんがいつ終わったか。で、プワマルさんが出て、すぐ私も出たかなって感じ。結構ずっと電気室にいたと思う。出たタイミングはリアクター中かリアクター5かは分かります。リアクター5です。です、あったのもリアクター5です。そうです。あ、じゃあ、全然できる。あ、じゃあ、だったら逆に小松さんが弁当に飛べないのはそこで証明できるか。うん。てか私、アーカイブでヒイラギさんとすれ違ってるし、誠さんともすれ違ってるから、ほぼ無理。あ、ヒイラギさんアーカイブまで行けてるんだ。はい。じゃあ、終わりちゃんから。終わりちゃんからヒイラギさん白出せるでしょこれ。あ、それは多分無理だと思いますよ。わかんない。でも、うん、リアクターなり終わるタイミングで僕はバイタルに先に抜けてるんで。うんうん。でも抜けてるのは見ました。けど戻ってきてたらわからない。戻ってきたらカルパチョさんが現行犯だと思うよ。うん、なんかそんな気がする。しかもアーカイブで死人あるんでしょ、うん、そうそうそう。多分、うん、アーカイブまで来れる時間がないと思うんですよね。切ってたら。うん、そう、うん。ないと思う。ない。あのアーカイブで見られてるのか。さっき3キルしたんだよ。いや、無理です。どういう意味やねん。あれっすよね、ヒイラギさんってラウンジの方から行ってますよね。うん、もちろん。僕、シャワーにいて、ヒイラギさんを下から来てないのは僕から言えるんで。まあ、私からラウンジ方面から来てるの証明できます。うん、で大丈夫です。なんで、ヒイラギさんは無理っす。誠さんがあのタオルタスクの付近にいたのは僕も見てます。アルパスさん、はい、最終的にあの俺の白は出せます？え、でもその情報だったら出せそうですけどね。終わりちゃんで OK ですか？じゃあ終わりちゃんからいいですか？はいはい。だミヤさんシェリフで切られてだから不審人だと思います。ああ釣ります。あのシェリフいないで破綻です。真面目な話。これ。ミヤさんが破綻しとるよね。あ、まあ、はい、タスク終わりました。タスク終わりました。早い。早い。俺も終わってんだけど。ガチャコン残ってます。あ、カルパさん釣っとか。あ、実際問題ローラーするかしないかの話にはなってきてます。あ、いや、じゃなくて、待ってね。どうした？リアクター5。
あ、じゃあ、そうそう、だから、リアクター後だからそうだね。誠さんもシャワーにいたの確認してるから、多分切ってから上がるんだったら、多分すれ違うのが多分メインホールくらいになるから、まあできないか、うん。大丈夫。うん、いいよ。あの、するんだったら多分僕だと思います。いや、てか、誠さんね、武器庫本、武器庫エンジンって向かってるの俺が出すから、俺が出せるから。こういう回り方か。そう。やばいです。上から行ってるのは出せる。まあ、あと本当に、カルバスさんのセルフぐらいしかないと思うんだよね。うん。確かに。実に、あの、真面目な話をしたらね。うん、分かる分かる。いや、言いたいことだから、お任せします。でもな、でも積んなくても1分ですよね。うん。でも積んなくても8分だから、ね、釣り得なんだよな。そう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 。釣り得だから。ちょっともいいです。カルバスさん、何ですか？あの、お化けでタスクしたいか、あの、終わってます。終わってます。じゃあお化けで展開目線がいいですか？あ、お任せ皆さんの判断にお任せします。もうそこは見守ってほしいな。じゃあ、ドツに反応しますか？ドツは反応しないですね。あ、了解です。失礼します。はい、エリキさん、エレキ、エレキでバイタル見てて、直近でヒイラギさんが来て、その後抜けてって、でそのバイタル閉じたり開いたりしてたら死んで、エレキ方面行ったら死体。何秒前ぐらいですか？で2秒とか1秒とかも、ね、直近で金庫1、ミーティング1、展望1、石油1、エレキが2でバイタル1からエレキが3かな、多分。エレキは最後入ってるんで、あってる、うん、小松、エレキが残ってるね、もう一人、うん、まあ、処合していけば終わりじゃないですか。金庫は小井さんでしょう。よくわかったね。わかるもんね。多分武器庫展望で宿舎の方から行ってる人がいるのかな。停電直し、誰ですか？あ、僕ですね、多分停電直しました、展望で。もう一人はミーティングが1。はい、私です。セキュリティが1。あ、僕です。あれ、あ、こっちさん。セキュはずっとカメラつけてます。後ろ見てます。ザクロさん、あとは1出てないのがザクロさん、ザクロさんだけ。私、セキュの廊下あたり怪しいから見てます。なんか単純にセキュローラーすればいい気がするな。まことさんかザクロさんじゃないですか。え、ザクロさんどっちから行ってるんですか、それ。で、キッチン側から来てます。で、廊下通って多分セキュリティ入るか入らないかぐらいの時に。ああ、俺ザクロさんでいいと思いますよ。アーカイブで一回ザクロさん映ってるんで、カメラに。あ、通ってます。多分キッチンから行くほど時間なかったと思うんで。え、いや、あ、それでいいとは思うけど。ですか。ザクロさん、初手キッチン脇じゃなかったっけ？初手キッ、あ、そうですね。貨物にいましたよ。
やでもね、実際問題小さなドミン情報を整理するんだったら、マコとザクロどっちかで、まあ、カメラついてるの確認できてる人います？いや、あとね、停電前にカメラがついてるのを確認したけど、最初は見てない。あ、もうそっからずっとつけてます。うーん、わかんねえ、ちゃんと確認しなかった。ただまあ、でもどっちでもそこランで終わるでしょ。あ、でも石油1はずっとついてるの小さな見えてるんですよね。そうですね。うん、まことさん言ったことやなと思うけどな。最後の方、うん、動かしてあげるよ。ごめんなさい。あ、もうミヤさんがいたからもう手が止まらなかった。君だから時間がなかった。やばいな、今日やることないんよ。やることないよ。いや、それなんよ。ミヤさん、そういう時は金庫室の俺当ててるんだから来てくださいよ。いや、だって途中だ、金庫4人ぐらいだった。エアシップ1周4分の1達成した。お、こんなにやったぜ。最後1周4分の1達成した瞬間に切られた。マラソンしてたんか。だからもう1人でもキルしないとやばいと思って。本当に。いや、まあ実際までカルパチさんがあの盤面でセルフするとは思ってなかったから。確かに俺が近くにいたから。まあ私はセリフに切られただけなんです。セリフいないんで。じゃあ次。